電力流通部送電補修グループの菊森力也と申します。配属してですね、5年目、また入社してからも5年目で移動が1回もなく、今の業務をさせていただいています。沖縄県内全域の送電線路の維持管理業務を行っておりまして、その中で私が担当しているのが、地中送電線路になっております。設備不具合、物が壊れてしまったのか、なんで壊れてしまったのか不明な設備が出てきた際に現場で調査と補修を行って、復旧した際ですね、例えば物が壊れて物が直ったおかげで電気がつながりましたとか、そういった時にですね、担当が自分でありますと大変、嬉しい。私たちの業務自体がお客様がいることで初めて成り立つことに感謝しておりますので、沖縄電力としてコーポレートするのにもあるんですけれども、地域とともに地域のためにのもとですね、安定供給、電気の安定供給を通じて、地域社会への、貢献できるような会社でいつまでもあり続けてほしいと思っております。